代わって鳥取県智頭町にある国の重要文化財石谷家住宅を訪ねると、迎えてくれたのはたくさんのひな人形。今月から開催されているのは明治時代から昭和40年頃までに作られたひな人形およそ50体を見ることができるおひなさま展です。今日は主に県外から訪れたという観光客の姿が。インバウンドも回復していて、多い日には100組近くが訪れるといいます。来る機会ないし、智頭という街を一度見たいなとは前から思ってたので、豪華なんです、すべて豪華なんですけど、少しずつ先ほど言ったようにお顔もちょっと違ったりとか、いろいろとこうやっぱり時代の流れっていうのを感じますね。まあ時代によって全然変わってきてるしね、何しろ見たのが初めてなもんでね、すごくいいなと思います。ひな人形の多くは石谷家住宅所有のものですが、中には智頭町民などから寄贈された人形も展示されています。過去にひな人形を寄贈したというこちらの男性は、焼き物っていうのは珍しい、ちょっと中国っぽいところ、毎年何あの会いに来るようなもんね。昔のものっていいですよね、今お金出しても買えんじゃないですか。まあちょっと本当にあの眼福ですけど、目の保養させてもらいました。手入れされた美しい庭園とひな人形とのコラボレーションも楽しめるこの企画展、4月中旬まで開催されています。